求めました。一方、イエメンの野党勢力はサーレハ大統領が48時間以内に GCC 湾岸協力会議の調停案に合意すると表明しなければ、野党勢力は首都サヌアの変革広場で大統領の即時退陣を求めているデモ隊に味方すると警告しました。ここは首都サヌアではありません。また今日は金曜日ではなく月曜日です。にもかかわらずイエメンの全土で怒りのデモが行われました。変革を求めるデモ隊は革命の完了に向けたカウントダウンが始まったと叫んでいます。サーレハ政権との6年に及ぶ戦争からまだ立ち直っていない北部のサーダではデモ隊が GCC 諸国に対し調停案を拒否するとのメッセージを送り、大統領の即時退陣という自分たちの要求を強調しました。南部のイッブでも同じような光景が繰り広げられました。またベイダのデモ隊は反政権スローガンの合間に経済危機に関するスローガンを叫びました。経済危機によってガソリンがなくなる事態が生じているためです。イエメン情勢への政治的対応としては GCC が4度にわたる調停案を出しました。しかし国民はこの提案は自分たちの要求を満たすものではないとして拒否しています。 GCC 提案はサヌアのデモ隊の怒りを煽りました。またダーリア県のコートバ、デント両地区でも人々がデモに繰り出して大統領に対する自分たちの要求を改めて掲げました。それは出て行けというものです。GCC 提案だけでなく流血の事態が続き、デモ隊がさまざまな手段弾圧を受けているにもかかわらず、国際社会がこれを非難しないという状況もデモ隊の怒りを煽りました。そしてデモ隊が平和的革命行動を最終段階へ移行させると表明するに至ったのです。それでもホデイタとタイズで同じことが繰り返され、デモ隊に死傷者が出ました。